ご視聴ありがとうございます。アルト FR です。我が家のアルトワークスはスズキの車です。スズキは1920年に設立された会社になります。最近初代のアルトを見せていただきましたら、鈴木おさむさんのサインがありました。今回は鈴木おさむさんを紹介してみたいと思います。こちらがイベントで見せていただきました鈴木おさむさんのサイン入りのアルトになります。ご興味ある方は概要欄の方をご覧になってみてください。鈴木おさむさんは鈴木を世界メーカーまでワンマン企業で成長させられた方になります。トップダウンはトップの命令で動くことはなく、トップが現場に降りること。今回はそんな徹底された現場主義で成長を収めた鈴木おさむさんのキャリアを振り返ります。1930年1月30日下呂温泉で有名な岐阜県の下呂市に生まれます。1953年3月中央大学法学部法律学科卒業されておられます。その後中央総合銀行愛知銀行へ入行。1958年鈴木の2代目社長の鈴木俊三さんの娘婿となり、同年4月に鈴木に入社されておられます。1963年取締役就任、1967年常務取締役就任、1973年専務取締役就任、1978年代表取締役社長となられておられます。そして社長の就任後、1979年軽自動車初のアルトを販売されておられます。アルトはとても使いやすいとマリアンヌは褒めてくれました。今パリにも似合う鈴木では軽自動車の商品化に力を入れ、1993年軽自動車では革命的とも言われているワゴン R が発売されました。当時軽自動車はアルトやミラといった背の低い車ばかりで、軽イコール狭いというのが通説ではありました。その欠点を改良して広いスペースに確保したワゴン R が大当たりして、その後ダイハツではムーブ、ホンダではライフなど、背が高く広い室内空間を持った軽ハイトワゴンが流行っていきました。こうして鈴木は現在の軽自動車人気に気づいていたのです。また鈴木おさむさんは海外進出の方も積極的に行い、アジア成長国での販売を伸ばしていかれました。さらに1981年、巨大自動車メーカーであるゼネラルモータースと提携。1990年初めての欧州戦略拠点としてハンガリーへの工場進出を図った。こうした成長戦略を鈴木おさむさん自ら指導し、社長就任後1700億円だった売り上げをなんと2007年では3兆1636億円になるまでの成長させられたカリスマ経営者さんであります。また全国各地に点在するディーラー、小売店、整備工場へ社長自ら足を運び、現場スタッフやユーザーの声を直に聞いたりするなど、顧客動向や問題点を洗い出し、販売戦略、製品改良などを追求されておられました。強烈なリーダーシップを発揮したワンマン経営と聞くと、聞こえが悪いですが、社員に対する細かな配慮も欠かさず、社長のためなら社員も関係者は鈴木おさむを慕って一生懸命働いていたというふうに聞いております。まさにカリスマ経営者であります。しかしながら鈴木では2016年に燃費のデータの不正が発覚しました。こちらの不正というのがすごいことで、実際の燃費よりも不正対象者の燃費は全てのカタログが公表値を上回るというびっくりするなプラス不正となり、世間を驚かせたのであった。しかし鈴木が不正を起こした最大の理由はワンマン経営にあった。正しく燃費データを計算するには2億円ほどのお金が必要だった。しかし担当部署はコストを気兼ねし、経営陣に言い出せなかった。これを受け会見で鈴木おさみさんは、鈴木の会長の顔色を伺うような組織であったことを認められておられます。そちらの会見では風通しを良くしなければいけないと思っていると発言し、最高経営責任者を辞任されました。こうして38年間にわたる鈴木おさむさんのワンマン体制からチーム経営へと移行していく鈴木となりました。いやー、鈴木おさむさんは素晴らしい経営者だったのがよくわかりました。現在では2021年の6月に40年以上にわたり社長会長として鈴木の経営のトップを務めた鈴木おさむさんは会長職を辞任しました。日本屈指のカリスマ経営者が去り、
鈴木は新しい年を迎えました。ここまで見ていただき誠にありがとうございます。他にもたくさんの動画があります。他の動画の方はぜひともご覧になってみてください。自分は車が好きで YouTube をしてます。車が好きな方ぜひともチャンネル登録お願いいたします。自分も鈴木のアルトワークスを持ってますので、アルトイーナのアルトをこれからも大切に乗っていきたいと思います。最後に過去の動画の一部でありました初代アルトのボンネット裏に鈴木治さんのサインがありましたので、そちらの動画の方でエンディングとなります。発見しました。しかもサイン入りです。ああ黒のやつだったらね、まだあるから。あれ、したことないじゃん。したことない。ちょっとここの骨の、ロッドの骨のところの形状が違う。黒いな、これ。そう。真ん中のやつ。IT 防御用ですぐやつがある。切ったら、ガレージのいじり屋ってやつ。あ、ガレージいじり屋さんっていう。社外な。社外ですよ、これは。純正は純正で持っとんですけど。社外がね。あ、車検も通るよね。この頃のマフラーって、はい、今のマフラーのステンが混ざったようなマフラーと違って、錆びやすく、打ちやすい。あ、昔のは。これももうお約束で、やっぱりマフラーに水が溜まってるんで、だんだん中から錆びてきて、とうとう 水が漏れてきだして。あ、そうなんですね。排気漏れまではいかないけど、隙間から水が、排気熱とか、燃焼熱が。これもいっぺんマフラーちげえとこであるからすごいっすよな、やっぱりそうになるな。乗ってなかったか、距離、うん、あ、頑張ってきたな。会長に戻った。鈴木おさむ会長にです。はい、はい、あ、これです。これ鈴木おさむ会長にサインだ。そう、アレンジを見せたことなかった。知らねえ。これ直筆で書いた。直筆です。どういう経緯で書かれたんですか。僕はその鈴木のディーラーにいて、はい、そのディーラーの会長が亡くなって、はい、でその会長の慰問というか、でたまたま来たのがこの日です。21年2月16日その時にサインいただいたんですよ。あ、ここに書いてくださいって、はい、やる気って書いてあるんですね。おさあむです。そう、おさむさんひらがなで書くんですね。あ、そうなんですか。で車に書いたのはなんか久しぶりだみたいなことがあるんですよ。だいたいやっぱり色紙とかああいうのに、はい、書くんで。あ、すごい、俺が燃えてるんですよ。黒金一号走ってたで。やべえな。すごい。小さい。燃えつくよ。あれは。後ろとついてる。いや、ほんと。すげえオイル燃えとる匂いが。ほら、オイル燃えよ。あ、6個オイル燃やしてて。今、会社でもそうだよ。オイル燃やしたら。